構手乗り。これはケイタ君に懐いてるの？そう。もう俺の服の匂い嗅いとるんやけど。伺ったのは山口市のお宅。この家に住む小学3年生の深野圭太さんは、幼稚園の頃からある生き物に夢中になっています。捕らえた。それは小量バッタ。あ、いた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 。腹がパンパンやな。こいついっぱい食べたらいいんやろうな。太っとるしさ、羽が破れとる。くそったり握られた。あ、殿様の赤ちゃん。え、殿様の赤ちゃんおる。かわいいな。だけど俺は少量なんだよ。また次回の。大きいね。またメスの水中や。メスはでかいんすよ。待って。これはガチででかい。ケイタ君、なんで少量バッタが好きなの？形がおもろいし、動きがおもろいし。どんなところがおもろい？顔がいいやみたいな感じとか、口がウサギみたいな感じとか、ウサギとエイリアンの合体。ケイタ君が飼ってるバッタは、何匹ぐらいいるんですか？全部で60… 全部で65匹以上。で、今の卵の数、うん、前は300個やったけど、ちっちゃい卵が10個くらい。正面から見たらもうすでにピンクってわかります。あ、本当だね。ピンク色のバッタは遺伝子の突然変異で稀に生まれる珍しい個体です。ピンキー。すごい懐いてるね。そう。もう俺の服の匂い嗅いでる。嗅いでるの？去年の卵ばっかして。ピンク色になった時はどう思いましたか？え、マジかって思った。それは嬉しかった？まあ嬉しかった。当然嬉しかったです。過去一のピンクでしたから。ケイタさんはピンキーの成長を記録し、ゆくゆくは卵を産ませようと頑張っています。なぜか少量バッタが熱中できるものがあるんで、まあそこはいいかなって思ってます、はい。将来はバッタの研究をしたいとか何かあるの？あります。まあ興味がなくなったらどうなるかわからないですね。じゃあ今のところの将来の夢は何ですか？研究者。バッタの研究者。夢中になれるものがあるっていうのは本当に素敵なことだなと思いますね、うん、その好きだという気持ちをずっと大切にしてほしいと思います、うん、これから夢膨らんでいくと思います。研究者になるのか何になるのか分かりませんが、これからも頑張って、楽しんでくださいね。以上、特集でした。